はい、どうでしょう。金子でございます。ということで、現在朝の5時でございます。朝一にやってきましたよ。今日は久しぶりにお魚村の方に来ました。で、今日はですね、以前やりまして大好評いただいた企画、視聴者さんに買ってきていただくという企画、これやっていきたいと思います。ここは僕の視聴者さんもいっぱいお買い物に来てる市場なんで、僕がこうやって釣ったっとったら、あ、金子さんですかって言ってくれる方いると思います。お任せで魚を買ってきていただいて、それをさばいて美味しく料理するという企画でございます。とりあえず釣ったちますか。行きましょう。これガチガチのマジのやつだ。やらせ一切なしなんでね。こんにちは。あ、こんにちは。初めて見ました。本当ですか。もしよかったら、はい、動画とか出れません。全然出れる。マジっすか。今日のお題何なんですか。はい、今日の企画はですね、はい、視聴者さんにお魚を買ってきていただくという企画でよろしくお願いします。3種類ぐらいなんか買ってきていただければ。何でもいいですか。何でもいいです。金子さんがさばいてなさそうなやつとか、あとさばいてもらいたいとか。わかりました。動画でしっかり料理しますので、マジで押し込みなしで。普通でもいいですね。もちろんいいです。わかりました。よろしくお願いします。はい、今の旬、あ、やっぱりあれじゃない、イワシは絶対やってほしい。イワシで3品だからね。そうです。まあ、1品はイワシにしよう。うまそうだから、あれはさばいてほしい。こんな動画撮られると僕らが有名人みたいな感じで見られる。いいじゃないですかね。今日は主役です。お二方が見て、油乗ってますよ。これください。はい、ありがとうございます。1品目イワシです。でかい。はい、いらっしゃい。はい、いらっしゃい。あれするか、2品目。マトで自分たちでは絶対に買わない。2品目、はい、2品目マトーライ。ありがとうございます。ボラ前やってたんで、ボラやめよう。もうなんかかぶったらネタ的にあれかなーって。いや、もう欲望のままに。でもこれなんとかカゴハマスありがたい。あれあっちにしようぜ。最後カゴハマスにします。さっきのどんな味なのか。カゴハマスですね。はい、でこっちは黒すぎかます、こっちはタコかます。違う、珍しいの。美味しいよ、これ高級品。こっちは珍しいかな。黒に、うん、こっちはよくあるけど、こっちは甘そうやん。あ、じゃあこっち、こっちでいいですか。黒い方。ミッションクリア。3品目。何だったっけ。黒シミカマス。お願いします。いや、というわけで、ありがとうございます。はい、魚は言わないでください。僕は、スタジオに着いてからの楽しみということで、ご協力ありがとうございました。いえいえ、さばいてください。ありがとうございます。じゃあ家帰ってさばいていきたいと思います。それじゃあ帰宅。はい、チーズ。ただいま。ということで帰ってまいりました。こちらに入っているものが市場で視聴者さんが選んで買ってきてもらった魚です。じゃあ開けてみますか。今日船が全然出てなくて、もう魚がまるっきりなかったです。初めてこんなに少ない日に当たったなって思うぐらいお客さん少なかったですね。では開けていきますよ。おお、わお、そうきた。センスよ。こんな立派なのあったんだ。これ、これめちゃくちゃいいよ。マトウダイ。こんな立派なマトウダイ。ほら、見て。これすごいわ。マトウダイっていうのは真ん中に的みたいに丸がついてますよね。これがあるからマトウダイって言われてる説や、馬みたいな顔してるからマトウダイって言われてる説、いろいろありますよね。で、口がね大きいですよね。肝がうまいんですよ、この魚は。僕のすごい大好きな魚で、この魚が3000円ぐらいだったそうですね。で、次こちら。うわ、いいイワシだ。イワシちゃん、これ本当に素晴らしいわ。よう超えたイワシ。これが5匹で900円ですね。一尾約200円ってとこですね。これはお刺身でもいいですよ。で、次が、何これ。はぁ、これは。こんなの売ってた。そうです。そのリアクションを視聴者の人が求めてました。まんまとこんなリアクション取っちゃったじゃないですか。これ黒シビカマスだよね。あ、そうです、そうです。黒シビカマスです。これはなかなか難しい魚ですよ、黒シビは。こんな感じのラインナップです。うわ、これむずー。どうしよう、これ。ではですね、今日はこちらの3種類を使って、3種の握りを作っていきたいと思います。ちょっとね、早く食べたいんです。で、サクッと
握って食べちゃいましょうか。マトウダイの握りなんて珍しいじゃないですか。で、このマトウダイは肝が良かったら肝もしっかり蒸して握りの上に乗せて、そういう握りにしましょう。でイワシはまあ最高な握りができますよね。で、この黒シビカマス、こいつなんですよ問題は。これ何が問題かというと、骨がものすごいんですよ。僕の動画でも一回やったことあると思うんですけど、すごくて、この皮目に骨がビシッと入ってるんですよ。普通に皮が引けないんですね。難しいけど、ちょっとやってみますか。このサイズの黒シビは僕触ったことないんですよ。食べるとこあんのかな。ではまず、マトウダイちゃんから行きましょうか。さあ、このパンパンなお腹には何が入ってるんでしょうね。わー、綺麗、肝も綺麗、身も綺麗。うわ、卵もがっそり入ってる。問題はこのお腹の中が臭くないかですね。お腹の中がちょっと匂ったら肝は使えないんですけど、まあ、見た感じ綺麗そうだから使えそうですよ。でこの魚はね、骨がとにかく硬いんですよ。ほら、もうめちゃくちゃ硬いの。頭は硬いんで、こうやって折り曲げちゃう。肝どうだろうな、ちょっと生ではいけるか。なるほど。ちょっと肝やめときましょうか。煮付けとか火通すんだったらいけるんですけど、まあ、生食だとちょっと難しいなと。蒸しても少し匂うかなっていう、そんな感じですね。でもこれ昨日上がった感じの鮮度感ですね。鮮度はものすごくいいんですけど、まあ、やっぱり傷みやすいんですよね、このマトウダイって魚。卵うまそう、これこれは煮付けにしよう。ほら、大きい卵。マトウダイは臓物がうまい。肝とか卵とか、あとこういう胃袋のとことかね、こういうとこを身と一緒に煮るとめちゃくちゃ美味しい。で、マトウダイはお腹と背中のこのライン、鋭いトゲが入ってます。なんで僕はね、ここもう切っちゃいます。切るときもかなり切れるハサミじゃないとこれ切れませんのでね。よいしょ。まあさばくのはちょっと難しい魚ですね。いや、いいとこ選んでくれたわ。あんな魚のない中本当にありがとうございます。難しかったらな、急に動画出てとか言われて、で急に魚買ってきてくれなんて言われてね。本当に僕はね、視聴者さんに恵まれてますわ。この状態になったらもうあとはもう何しても OK。 このままぶつ切りにして煮付けにするもよし、焼いてもよし。でマトウダイの身ってすごく淡白で、顔の割に身は癖がないんですよ。本当にいろんな料理に使えますんでね、和食だけじゃなくて中華フレンチ何でもいけると思います。で次こちら黒シビちゃんいきますか。頭落として内臓外して、やっぱ深海魚なんでちょっとお腹は弱めですよね。でもこの魚ね、美味しいんですよ。脂が乗っててすごく美味しい魚。骨だけがむずいよねって言われてる魚なんですよね。とりあえず3匹いきますか。でも200円でしょ ?7 匹、8匹入ってますよ。これで200円はね、もう安い。まあ未利用魚ですからね、この魚は。未利用魚の中でもさらにまた調理法が難しいって言われる、トリコの世界でいうと特殊調理食材。そしたら大名でいきますか。こんな感じ。あ、身は綺麗ですね。ほんで油あるわ。ほら、もう水に油が滴ってますもんね。よいしょ。はい、こんな感じですね。あ、これすごい丸々しとるな。あ、これいいわ。小さいのに油あるわ。本当にあの魚村はね、こういう変わった深海魚も売ってるからすげえ楽しいんですよ。こういう深海の未利用魚から大衆魚まで幅広く売ってますからね、本当に楽しい。腹骨をすいて、とりあえずこの状態にしていきます。そしたらお次はイワシですね。イワシもまずは頭取っちゃいますか。大好き。うわー、いい油。このイワシは物がいいな。お、これは卵でしたね。イワシも3本。これ美味しそう。これすごいよ。ほら、すごい油。毎年ね、この時期イワシがいいんですよね。では次、マトウダイおろしちゃいますね。片身だけにしときますね。ちょっと大きいので。ほら、肉厚な、美味しそうなマトウダイ。油あるな。これによく似た魚で、カガミダイっていう魚もいるんですけど、カガミダイはマトウダイよりもう少しこう銀色が強いんですよ。でも見た目はそっくりなんですけど、その魚はこのマトウダイよりワンランク味が落ちるって言われてますね。ちょっと水っぽいというかね。うわ、これ美味しそうな身してるな。まあさばきにくいんですけど、やっぱ美味しいですよね、この魚は。こんな感じ。結構食べるとこありますよね。
アイデアこんな感じにおろし終わりました。と、あ、そうだ、忘れてた、これ。皆さん大変長らくお待たせいたしました。すごく再販希望の声がたくさん届きまして、こちら、僕のカスタム包丁、気まぐれブルー。こちらの方が再販となりました。もう前回のでもう作らないと思ったんですけどね、もうあんまりにも再販してくれという声が多いし、もうネット上でも転売がすごくて、今定価の2倍3倍で売られちゃってる状態ってことで、それはいかんぞということで再販が決定しました。ありがとうございます。変わった点はただ一つです。これが従来の気まぐれブルーですね。これ僕が一番好きな色、この青、青い刃の包丁なんて珍しいでしょ。それと完全僕オリジナルの青いグリップ、そして僕の金子道具店のロゴが入ってます。このオレンジ色で。これが昔のモデルですね。廃盤モデル。で、今回できた新型モデルがこちら。じゃん。こういう感じです。形、グリップは一緒なんですけど、この金子道具店のロゴ、これが黒に変更されてます。オレンジから黒になって、爽やかな青にブラックのワンポイントがポンと入ったと。かっこよくないですか。もうオレンジバージョンはこれも完璧廃盤なんで、まあ、これはこれということで。前作ったのが2、3年前ですかね。でその時に比べてこう原料とかがすっげえ上がっちゃって、前回のモデルよりちょっとだけ高くなっちゃったんですけど、それでもやっぱね、いいものが作れました。で刃の部分はこれね、かすみさんの包丁の中でもこの金子道具店だけのオリジナルカラー、普通の青じゃないですよ。気まぐれブルーって僕は言ってるんですけど、僕のこの包丁でしかない青色が使われております。多分世界どこ探してもこの青みの包丁の刃はこの気まぐれブルーだけ、そんなオリジナルカラーです。でこの色の製造めちゃくちゃ難しくて、1日にもうどうやって頑張っても70本ぐらいしかできないんですよ。こう職人さんが一本一本手作りで丁寧に仕上げてますんで、大量生産できないんですよね。だからちょっとね、お届けまでに少し時間をもらうかもしれないんですけど、間違いなくいいものなんで。で切れ味抜群のこのチタンコーティングされてる刃に丸みがある、この持ちやすいグリップ、これが特徴ですね。操作性も抜群でございます。でこれどこで作られてるかと言いますと、世界的な刃物の名産地岐阜県の関市で、職人さんの手によって一本一本丁寧に作られた最高の一品となっております。名刀ですよ、名刀。で使う時の注意点なんですけど、料理後はもう洗剤で洗って、で水気をしっかり拭いてください。水気取んないとこうウォータースポットみたいな水垢がついちゃいますんで、せっかく綺麗なね青い刃なんで、この色味を楽しみながら料理をしてください。で、金田橋とかでゴシゴシとやっちゃうと、擦り傷がいっぱいついちゃうんで、そこも注意ですね。チタンは、錆および腐食が発生しにくいため、いつまでも清潔に長くご使用いただけます。下のアイコンの金子道具店の気まぐれブルーっていう多分包丁のアイコン出てますんで、そこをタップしてもらえると、サイトに飛べると思いますのでね、気になる方はぜひ見てみてください。今回もちょっと1段2段はすぐ売り切れちゃうと思うんですけど、包丁に興味がある方、包丁をお探しの方はぜひ気まぐれブルー手に取ってみてくださいね。なんであと あまり硬いもの、今日で言うとマトウダイみたいな魚をバン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 やっちゃうと歯が欠けてしまいますんで、まあ、魚さばくときはこういう状態までこの出刃とか家庭用の三徳包丁で持ってってからの、そこから削状にしたり皮引いたりお刺身に切ったりね、これ1本でいけますんでね。で家庭用だったらもう全然野菜とかお肉とかこれだけでいけますんで。どうすかこの形やばないですか。これキッチンにあったらかっこいいよ。やはり僕の包丁選びの一番のポイントはかっこいいなんですよ。かっこよく料理したい、それを追求した一本となっております。かっこいい包丁で料理をすると気分も晴れるし、なんだか料理が1割2割美味しく感じますよね。というわけで気まぐれブルーの宣伝でした。はい、ではマトウダイからいきますか。おぶしとめぶし分けるんですけど、ここですね、ここで分けれます。ほら、もう切れ味抜群です。めちゃくちゃさばきやすい。ほんと下手なね、柳包丁より扱いやすいんですよね。はい、こんな感じ。じゃあまずめぶしのお腹の方から皮引いていきますね。でね、この包丁の何がいいってめちゃくちゃ皮引きやすいんですよ。いきますよ、入れてこんな感じで、イワシもいきますよ。もうイワシとかサバぐらいだったらもう頭ついた状態で気まぐれブルーからで OK ですね。タイとかヒラメとか大型の魚、硬い骨を切るとちょっと心配ですけどね。このぐらいの魚だったらもう最高にさばきやすいです。いきますよ、まず大名おろし。こんな空気のように切れますね。もう力なんて一切加えてないですからね。いきますよ、もう手首の力だけ。ここ入ったらシューって、ここ入れてシューって、気持ちいい、ずっとやってたい。
でもいいワシだな。そしたら腹骨をすいていきます。腹骨はここから入れてすいていくと。はい、腹骨がすけましたら次は皮引いていきます。イワシの皮は頭から頭に少しだけ切れ込みを入れます。こんな感じ、皮一枚つながっている感じですね。そうしたら反転させて親指で押さえながら剥いていきます。こんな感じですね。うまそう、油あり。でこう手開きからの三枚おろしにするやり方もありますよね。こうまず手で開いちゃってこうして、ね、骨を外すと、ピロ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 っと。そうすると三枚おろしでは取れないここの骨、どうしてここの骨が取れます。でちょっとねぐちゃぐちゃとはなっちゃうんですけど、まあまあまあ裏側なんでね、こういう風にさばいて、そしたらもうここで切っちゃいます。そしたら三枚おろしと一緒なんでね、でも骨は取れてるっていう。そしたらあとはさっきと一緒ですね、手で皮を剥く。でもちょ剥きにくいな今日の、鮮度がいいからかな。もっとねピロピロピロっと綺麗に剥けるんですけど、ほら気まぐれブルーだったらこうやってイワシを包丁で引くこともできます。これあのほんとできないですよ。やっぱりこのチタンコーティングされてるこの薄刃で切れ味のいい包丁だからこそこれができるんですよ。これすごないですか。これ本当にね包丁だと難しいんですよ。そしたらお水にお酢を入れて酢水を作ります。でその中にイワシを入れて酢締めじゃないですけど酢洗いをしていきます。こうすることによってイワシの生臭みがなくなります。これはね本当にやった方がいいです。光り物は一回これやるとすっげえ美味しくなります。これぜひやってください。こんだけやっぱ汚れが出ますからね。汚れというか油とかも入ってるんですけど、すごくさっぱりして美味しいです。はい、並べて水気を落としたら、はい、イワシの仕込みの完成。さあそしたら問題はこちらですよね。黒シビカマス、まず普通に皮引いてみますか。これね普通に皮引くぐらいじゃねもう何ともならないんですよ。もう持った感じすっげえ骨があるなってわかるんですよ。あでもこのサイズは意外と骨を感じない。いやあるわ、ありますあります。なんで皮引きにくいな相変わらず。この皮の薄さ分かりますかね。本当にミリ単位なんですよね。ほらこの薄さ。でもこう皮目見ると油あるの分かりますかね。すげえ美味しい魚なんですよ。でちょっと普通に引いてみました。でちょっと切ってみますね。うわ骨あるわ、すごい当たる。ちょっとこのままいただきます。あかっ、いって、うわ痛いけど味うんま、なんて甘みとコクのある上品な白身なの。うまっ、ちょっとこれすごいな。あこれ本当に美味しい。今僕上っ面だけいきましたよね。そうなんですよ、この黒シビカマスって皮目に骨がびっしり入ってるだけで、上っ面のこの部分っていうのは骨が入ってないんですよね。なのでこれはね聞いたことある話だと、これスプーンでさばいてくださいと言われたことあります。尻尾の方からなのかな。こうやってスプーンでこう中落ちみたいにして取るんですよね。そうすると皮目に骨だけ残って、上っ面の美味しいところここだけ中落ちで取れるんですよ。これが黒シビカマスの効率が良くて簡単なさばき方。であとこれ骨と筋だけ残った感じですね。うますぎたな、びっくりした。今まだ口の中にこの黒シビカマスの甘みが残ってます。すげえうめえ。あこれね、ほんで一個分かったことがある。骨がこう尻尾の方から頭の方にかけてこういう風に入ってますんで、頭の方から尻尾の方に擦ったら骨が引っかかっちゃいますね。これわかります、骨が引っかかって取れません。なので必ずさっきみたいに尻尾の方から頭の方にかけてこうやって撫でていく。そうするとほら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 綺麗に取れるわ。これわかります、ちょっとこの骨の入ってる感じ、この斜めにピュッ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 と入ってますよね。これが厄介なんですよ。これ完璧なさばき方じゃない。であまりゴシッてやっちゃうと骨が身についてきちゃいますんで、もう優しくこすっていく感じですね。片身大体こんな感じ、大さじ1杯ぐらいしか取れないですけど、まあ、でも味はめちゃくちゃうまいからな。次の誰がわかるんですかこのさばき方。
こういう魚が売ってるっていうのがまたいいですよね。朝市って大好きだわ。絶対にスーパーに並ばないもんな、この魚は。でスーパーで働いてる人も多分この魚のさばき方わかんないんじゃないかな。そういう魚ですよ。はい、これ 2.5 匹分です。これででもこれ3貫分ぐらいは取れると思いますんで、いいですね。はい、こんな感じ。俗に言うすき身ってやつですね。はい、役者は揃いましたので酢飯を作っていきましょう。そしたら寿司酢ですね。今日は赤酢を使っていきます。僕赤酢はね、この三塚の山吹ってやつが一番好き。 でお酢は1合に対して 20cc、 こんなもんですね。これが目安で、そこにお塩一つまみで、その 2,3 倍のお砂糖で、これを少し固めに炊いたお米と混ぜるだけで本当に回らないお寿司屋さんみたいな、そんなシャリがご家庭でできますんでね。これ少し固めに炊くっていうのがポイントなんですよね。よいしょ、さーっとかけてで、しっかり混ぜていきます。はい、白いところがなくなって全体に赤酢が馴染んだら酢飯の完成。乾燥しないようにちょっと湿ったガーゼとかをかぶしておきます。そしたらイワシの握りの上に少し乗せるネギ玉作っていきます。ネギ玉とはこの生姜とネギを叩いてペースト状にしたもの。それが少し乗ると光り物の握りはうまいです。生姜の皮も剥きやすいね。そしたら汁気を少し切りまして、まな板に置きます。ネギですね。ネギは今日は芽ネギでいきます。普通の小口ネギでも全然 OK です。で芽ネギを刻んでいきます。で刻んだら生姜と合わせていきます。はい、ネギ玉の完成。そしたらお次は手酢を作っていきます。お水にお酢を入れて、これが手酢。手酢で手を湿らせながら握っていくと、そうするとシャリがくっつきにくいと。でここに氷を入れます。氷を入れて冷やすことによってよりくっつきにくくなります。手が冷えてると米がひっつきにくいんですよ。そしたらマトウダイですね。こちら切り込んでいきましょうか。まず縁側を外していきます。そしたらこう分かれるんですよね。分けちゃいます。そしたら切り込んでいきます。切り込むときは高い方を上にして切っていきます。で筋がこういう風に入ってるんで、それに対して平行に入れてしまうと筋が気になっちゃうんで、筋に対して垂直に切ります。こう切りたいんで、なんでこっち側持っていくってことですね。こっち側持ってってここで切ってあげると、うわめちゃくちゃ切れる。いきますよ。この切れ味すごいわ。本当に使いやすい。でちょっと縦に切れ込み入れときましょうか。で握るときはこの切り口が上に来るように握るんで、こっち側にわさびとシャリを置きます。なんでこちら側に切れ込みを入れる感じ。マトウダイで、黒シビカマスはまあこのままで、あとはイワシですね。あ、やっぱイワシね、これ手開きした方がいいかもしれないですね。骨が全然気になんねえわ。イワシはいろんな握り方ありますよね。よく高級な店で出てくるやり方が、横にダーッと筋を入れます。できるだけ細かく。そしたら真ん中に1本筋を入れます。さあ、これで握るとパカッと開いてすごくかっこいいです。そしたらまあオーソドックスにこう斜めに包丁を入れる。この握りも綺麗ですよね。あとは格子状に入れてみたり、作り方は人それぞれ。もう料理に正解はありません。はい、こんな感じですね。はい、そしたら皿を置いて笹を敷いて気まぐれ寿司回転。まずは手酢をつけてシャリを、まあ、ちょっとちっちゃめですね。僕はちっちゃめが好きです。ここでシャリ玉を作る。このぐらいが好き。そしたらまずはマトウダイいきましょうか。わさびをちょんとつけてシャリ玉を置いて真ん中に空気を入れると。この状態で形をここで整えて反転させて脇を締める。脇を締めたらここの指と人差し指で押さえる。反転させてまた脇を揃えて同じこと。どうぞ。マトウダイの握りです。煮切り醤油で召し上がれ。もうシャリはね、ほんとちょっと少ねえんじゃねえかなっていうぐらいでちょうどいいですよ。こう手返し、2貫ずつでいきますか。じゃあ次はイワシちゃんいきましょうか。イワシはわさびをちょっと乗せて、でこれも一緒ですね。ここで形作って縦返しで、まあでもこれうまく開かねえな。ちょっと失敗しちゃった。本当はねうまくね、ここが開いて綺麗にいくんですけどね。
で、ネギ玉を少し乗せて寒イワシの握りでございます。こちらも煮切り醤油でどうぞ。こちらは芽ネギだけで。次、黒シビカマスいきましょう。あー寿司楽しい。マジ握ってる時間超幸せ。ほんと楽しい。これバランスむずいな。多分このぐらいでいいと思うんですよね。これ置いて、でここにわさびをこう乗せちゃって、こんな感じで、シャリ玉は小さめ、優しく握る。はい、黒シビカマスの握りでございます。醤油をちょっとかけて、普通のバージョンで、もう一個面白いやついきますか。黒シビカマス、わさび、シャリ玉、こうしてちょこっと醤油塗るまでは一緒で、いや醤油いらんかったかな、まあいいや。そこでキャビア使っていきましょう。モトラジャパンさんから毎月定期便で送っていただけるスターレット、最高のキャビアですよ。もうキャビアといったらモトラさんですよ。モトラさん、いつもありがとうございます。美味しくいただいております。キャビアはシャンパンだけじゃなくて日本酒とかにも合いますから、でこうやってお寿司に乗せたりするのもまた面白い。ここにちょっと乗せちゃったりしてね。おいいですね。はい、というわけで市場で視聴者さんが選んで買ってきてくれたお魚3種盛りの握りの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。じゃあまずはこちらのマトウからいきますか。綺麗な白身ですね。じゃあこちらをいただきます。うわー、これはうまいね。やっぱマトウダイ最高だね。肝がなくても身だけでも全然戦えますよ。僕マトウダイを握りにしたの初めてなんですけど、もう少し水っぽくなるかなと思ったんですけど、そんなことないわ。もっちりとして甘くて美味しいね。これちょっと昆布締めしてもうまいよ。この魚はすげえうまい。うまー、最高ですね。では次はマイワシ、これうまいでしょう。いただきます。うわっ、おお、うんまっ、これうまい、すごいわ。いや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 、このクオリティで上だけで1貫100円切るんですよね、片身ってことは。口の中に入れた瞬間のこのインパクト、大トロにも匹敵しますよ。イワシは本当に美味しいわ、たまりません。うまっ。このぐらいのオーバーサイズのイワシは握りにする場合は、最後にやったあえて手開きで骨取った方がいいな。普通の三枚おろしだと少しだけ骨が気になりますね。次、黒シビちゃん、これは初めて食べますよ、この握りは。いただきます。うまっ。食べる順番はこうでしたね。でも繊細な味、あの見た目とは考えられないぐらいすっごい難しい味してる。生臭さとかで、あと骨も綺麗に取れてます。全く骨気になりません。この隙身は美味しいね。では次、こちらのキャビアのせブルジョア寿司、いただきます。うわうめえ。俺久しぶりに上手にキャビアが使えた。いつも僕ね、キャビアの使い方下手くそで、なんだかなっていうのが多いんですけど、今回美味しい。この黒シビカマスだけだと少し味が物足りないところに、このキャビアのこうナッツのような濃厚な風味、そして塩味が入って、この口の中でこれ一体になった時に、何とも言えないマリアージュ、すごく美味しいわ。あ、もうないわ、どうしよう。というわけで本日はお飲み物こちらでいきたいと思います。せーの、でん、緑色のやつ、結構前買ってきたやつあったんで、これ飲んでみたいと思います。なんこりゃ茶ですって。これ10倍濃縮の緑茶か、割って飲むらしいですね。なんでこれだけで飲むと大変なんで、このぐらいにお水ですね。これ便利だな。お抹茶ですね。焼酎とかと割っても良さそう。こちらいただきます。あうめえ。お口さっぱり。
ごちそうさまでした。ということで今日は朝一で視聴者さんに選んで買ってきてもらったお魚を使って握り作ってみましたけども、いやどれもうまかったな。いや今日の方センス良かったな。王道のまず油の乗ったイワシ、確かにね今日あの魚ない中であのイワシはマジで輝いてました。僕正直あのプライベートでも買ってるぐらいだから、おお買ってくれてたんだって思っちゃったぐらい、あのイワシは本当に良かったですね。でそれとあと2つですよ、このマトウダイと黒シビカマス、いやーこれはね良かった。まあ、まずマトウダイが僕の大好物の魚なんですよ。あんま動画では言ってないですけどめっちゃ好きなんですよ。おばあちゃんがすごく好きでちっちゃい頃からずっと食べてる魚なんですよね。マトウダイとかホウボウとか石餅とかね、もう大好物の魚だったし、あと黒シビカマス、あのサイズの黒シビカマスは初めてさばきました。でスプーンであんなに綺麗に取れるんだなと思いましたね。骨一切入りませんでした。いやー最高でしたね。視聴者の方ご協力ありがとうございます。市場で金子が仲間になりたそうな目で棒立ちしてるときはこの企画です。ぜひあの動画に出れるよって方は積極的にお話をかけてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。